結婚10年目を迎えるイッチ。夫とは、社内恋愛を1年続けた後に結婚。妊娠をきっかけに、夫から家で育児と家事に専念してほしいと言われ、専業主婦になったものの、夫は次第に家に帰ってこなくなる。気分転換に娘と旅行に出かけたイッチだったが、旅先で交通事故に遭ってしまい、入院することに。夫に病院に来てほしいと連絡すると、夫から信じられない言葉が返ってきたのだ。入院中の娘と私に一度も顔を見せない夫。私たちを見捨てた夫が全てを失った話。先日、10年連れ添った夫と、離婚した。子供がいるので、離婚すべきかずっと悩んでたけど、もっと早く決断すべきだったと、全てが終わった今、改めて思う。離婚か。まあ珍しい話ではないな。確かに。自分が離婚を経験してみて、どれだけ自分の視野が狭くなっていたのか、改めて実感した。今は実家の近くのアパートで、娘と二人暮らしで楽しくやってる。少し落ち着いた今だからこそ、改めて自分の結婚生活は散々だったと気がついた。実際に経験してみて分かったけど、専業主婦って本当に大変だった。社会とは切り離されてるし、家事をしても元夫は感謝をしてくれない。娘が泣いても、夫はほったらかし。幼稚園のイベントにも無関心。幼稚園の卒園式にも、小学校の入学式にも、夫は、仕事が忙しくて休めない。俺は、専業主婦のお前と違うんだ。言わなくても分かってるだろうけど、俺の両親やお前の両親に余計なこと言うなよ。と、言われた。娘のアルバムには、夫がほとんど写っていない。まあ、今となっては、それでよかったんだけど。おいおい。子育てする気がないなら子供作るなよ。子供は親を選べないんだから、育てる力がないなら親になんかなるな。夫最悪じゃん。忙しいっていう人ほど仕事できないんだよね。家族の信頼を得られてないってことは、部下の信頼も皆無なんじゃない？卒園式も入学式も、夫婦で参加してる人、めちゃくちゃ多いのにね。夫の今の状況って、いてもいなくても一緒じゃん。でもお金入れてるなら、ATM と思うのも一つかも。私の努力が足りないと言われれば、それまでなのかもしれないけど、私と夫の関係は、娘が生まれてから徐々に悪化していき、離婚前の夫は、仕事が忙しいという理由で、ほぼほぼ家に帰ってこなかった。結婚した当時、給料の振込先を分けて振り込んでもらうように手続きしていたのは、本当に正解だったと今でも思ってる。ちなみに、夫とのムカつく LINE のメッセージは、すべて離婚するときに役立つと思い残してあった。実際、離婚するときにものすごく役に立った。今日家に帰るから。え？帰ってくるの？なんだよ。俺が家に帰ったら悪いのか？そうじゃないけど。私が帰ってきてほしいって言っても、ずっと帰ってこなかったじゃない。仕事が忙しかったからな。仕事。あなたを、飲み屋街で見かけたって人がいたけど。それも仕事の延長線上みたいなものだよ。男の付き合いってのもあるからな。そんなことで、いちいち目くじら立てるなって。前に帰ってきたのは一週間前なんだよ。連絡しても無視するし、怒りたくもなるでしょう。一体どこで生活してるんだろうね。会社の寮の空き部屋に、泊まらせてもらってるって前に言っただろ。なんでそういう言い方するかな。それで、どうして今日帰ってくるの？前は服を取りに来たのが理由だったけど、それならわざわざ連絡しないでしょう。だからそうやって突っかかるなよ。ただでさえこっちは風邪ひいて体調悪いのに。風邪？そうだよ。熱もあるし、頭も痛い。鼻水も止まらないから最悪。喉もちょっと痛くなり始めたから、もっとひどくなるだろうな。と、夫は最低な内容の LINE を送ってきた。風邪をひいたから家に帰ってくる夫。薬や栄養剤を用意しろと言ったり、お粥が食べたいと言ったり、自分の体調が悪い時だけ、私を頼ってくる夫に心底ムカついた。ムカついている気持ちが、私が送るメッセージにも現れていたのだろう。夫が切れ出した。俺の家に俺が帰って何が悪い？専業主婦のお前と小学生の娘を養ってるのは俺だ。いいからさっさと用意しとけ。わかりました。用意はしておきます。最初からそうやって、素直に返事しとけばいいんだよ。それなのにぐちぐち言ってさ。久しぶりに帰ってくるんだから少しは喜べば？可愛げなさすぎ。と、言われ、まだ私に可愛さを求めていたのか。と、呆れた。専業主婦になったきっかけは？自分で希望したの？体調悪い時こそ、病院と泊まればいいのに。会社からすぐ名乗る。気弱になった時だけ嫁に頼るなよ。養ってやってるって言い方はどうかと思う。じゃあお前の娘は誰が育ててるんだ？子供はほっといても育たないぞ。偉そうにしやがって。専業主婦になったきっかけは、夫です。私は子供が落ち着いたら、仕事復帰したかったけど、夫が、俺は汚い家には帰りたくない。とか、俺には家事と仕事の両立は無理。
俺が稼ぐから、お前が家事やってくれ。と、言って、話が進まなかった。こんな夫に子供のことを任せるのも心配だったし、子供が落ち着くまでは、外に働きに行くことは諦めた。でも、在宅で仕事をして、夫には内緒で貯金もコツコツ貯めていた。夫のことで、悩みは尽きなかったし、小学校が夏休みに入ったこともあって、在宅で自分で貯めたお金で、娘と二人で旅行に行ったのだが、そこで、車と接触事故に遭ってしまい、私と娘は入院することになってしまった。交通事故に遭ってしまって、入院することになりました。娘も一緒です。気づいたら連絡してください。夫に連絡するも、電話に出てくれなかったので、私は LINE でメッセージを残した。娘は腕の骨にひびが入り、私は足の捻挫と擦過傷と、頸椎捻挫。手術に至るような大怪我ではなくてよかったが、せっかくの旅行は台無しになるし、娘の包帯姿が痛々しくてかわいそうだし、自分の全身の痛みもものすごく辛くて悲しかった。交通事故か。子供もショックを受けてるだろうに。お内気味な。頸椎捻挫ってムキ打ちだよね。治るのに時間がかかるって聞いたことある。緊急事態に電話に出てくれない夫って、ほんと最悪だよね。夫はその後、連絡してきたの？うん。ありがとう。ちなみに夫から一応連絡はあった。交通事故ってどういうこと？お前が交通事故を起こしたってこと？違う。私たちは被害者側。なんだ。驚かせるなよ。お前が問題を起こしたのかと思ったよ。という夫に私は呆れた。私たちの心配じゃなくて、自分の心配してるのか。娘もショックを受けてるし、私も入院するつもりじゃなかったから、いろいろ困ってるから、病院まで来てほしいんだけど、と、私が夫に伝えると。やだよ。病院遠いから行くのだるい。は？俺が必死に働いてる時に、お前は俺のお金でのんきに旅行してたんだろ？自業自得じゃない？それに、手術するわけでもないんだろ？じゃあ、病院で2、3日入院させてもらって、さっさと帰ってこいよ。あのさ、まあ、もしどうしても困るなら、俺の親に連絡すればいいじゃん。お母さんたちに迷惑かけたら申し訳ないじゃない。それに、娘のこと心配じゃないの？俺にも申し訳ないと思わないのか？それに、俺が病院に行ったからって、娘の状態が良くなるのか？結婚して子供がいるからって、調子に乗るなよ。俺はいつでもお前たちを捨てられるんだ。養ってもらってる立場なんだから、二度と文句言うな。まあ、別れてもいいなら別だけどさ。じゃあ俺、仕事忙しいから。と、信じられない言葉を投げかけてくる夫。自分は風邪ぐらいで頼ってくるくせに、娘と私の緊急事態に、何一つしてくれない人なんて、もう必要ない。この時の夫のセリフは、一生忘れないと思う。在宅で貯めたお金で言ったんでしょ？でも、夫には内緒にしてたみたいだから、夫は自分のお金で言ったと思ってるのか。なんか腹が立ちいいよね。げえ、思わず吐いてもた。人手なしの夫を持って大変だな。こんな人もいるんだね。うちの夫は何もしない人だけど、こんな人手なしではないだけマシだわ。結局、私と娘が入院している病院に、一度も夫は現れなかった。一週間後、私は退院して、義実家に滞在していた。私の実家は入院していた病院から遠く、怪我した体で、娘を連れて帰るのはとても無理だった。仕方なく、義母に相談したところ、慌てて義両親が病院まで迎えに来てくれたのだ。正直、私も疲れていたし、娘と二人で生活することにも不安があった。夫との離婚を実行に移すためにも、義実家で体力を戻すことにした。夫から義母に連絡があったのは、私たちが事故に遭った一週間後だった。母さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？嫁と娘から連絡がないんだよね。母さん何か知ってる？家に帰ってきてもいなくてさ。今日は土曜日だし家にいてもおかしくないのに。一週間もほったらかしだったのね、あんた。一週間もって、母さんのところに、連絡あったのか？そうね。あなたは娘と一致さんが大変な時に、病院にも駆けつけないで、一体何をしてたの？それは仕事だよ。そう。やーるっと仕事してなさい。という義母の言葉を最後に、義母は夫との電話を切った。退院後、義実家にお世話になるようになり、私は義両親に夫との離婚を決意したことを、正直に打ち明けた。そうじゃないと、義両親を騙しているような、気がして、申し訳ないと思った。怒られることを覚悟していたが、意外にも義両親は、娘と私の味方だった。でも、義両親よく信じてくれたね。自分の息子のこと信用しそうなのに。まあ、交通事故に遭った娘と嫁のことを、ほったらかしにした時点でアウトなんじゃない？おっと、アウト。笑ってはいけないに出て、田中と一緒に、タイキックされればいい。確かに、タイキックされたら、私もすっきりしそう。
企業心には、LINE のメッセージを見せながら、すべて包み隠さず正直に話した。その日の晩、夫が義実家に来た。夜も遅かったため、娘は眠っていたが、娘には聞かせたくない話だったので、私にとってはありがたかった。助かったよ。母さんありがとう。実は一致に言っておいたんだよね。困った時は母さんに連絡しろって。あんた、いい加減にしなさいよ。一致さんは、最初あんたに、助けを求めたんじゃないの？病院に来てほしいとは言われたけど、だって軽症だったんだろう？大したことなかったし、俺が言ってよくなるわけでもないしさ。父親が必要な時だってあるのよ。それなのにだるいから行かないって、言ったらしいじゃない。お父さんと話し合ったんだけど、あんたは今後、実家に出勤ですから、縁を切ってもらいます。縁を切る？俺は一人息子だぞ。母さんと父さんに何かあった時はどうするんだ？あんたに迷惑かけない生活くらいできます。それに奥さんと子供をほったらかしにするような、人でなしは、私たちの息子じゃありません。遺産もあんたに渡す気はないから。ちょっと待ってよ、母さん。俺は仕事で病院に行けなかっただけだよ。それに一致たちが大変なことになってたなら、教えてくれたらよかっただろ。そしたら俺だって駆けつけたし。頼りにならない息子に駆けつけられても困るから。それに、連絡が来なか教えるつもりはなかったわ。なんでそんなに一致の肩を持つわけ？父さんも母さんも、一致からあることないことを、吹き込まれたんだろう？俺の話も聞いてくれ。絶縁するのはそれからでも遅くないだろう？と、夫は義両親に言い返していたが、結局、夫の言い分は、義両親に伝わらなかったようだ。そりゃそうだ。私にはたっぷり証拠があるんだから。夫が間抜けすぎてくさ。嫁と娘が交通事故にあっても、ほったらかしにした罪は、大きい。あることないことって、自分に身に覚えがあるかが出てくるんじゃない？ご愁傷様。嫁と娘だけじゃなくて、親にも見捨てられるのか。義両親が味方でよかったな。これで義両親が夫の肩を持ってたら、修羅場になってたな。夫が帰宅した数日後、夫から LINE にメッセージが届いた。俺今家に帰ってきたんだけど。私と娘の荷物は、今週中に片付けに行きます。鍵はその時にポストへ入れておくので、回収してください。ちょっと待ってほしい。もう一度話し合いをさせてほしいんだ。話し合いは終わったでしょう。お父さんとお母さんも立ち会ってくれたんだから、今さらやり直しなんて言わないでよね。あなただって離婚に納得したじゃない。だってあの時は親もいたし、急だったし、本音であまり話せなかったというか。大事な話し合いなのに、伝えないあなたが悪いと思います。それはそうなんだけど。でも俺、昨日浮気相手とは別れてきたんだ。へえ、それで？それでって、一致には、俺の本気が伝わらないのか？あなたの本気って何？全く伝わらない。だから、身の回りを整理したんだよ。今度こそは、娘や一致のために尽くそうと思って。ちょっと、もしかして、浮気相手と別れたから許せって言いたいの？そうじゃないけど、これからは、変わった俺を見てほしいというか、親子三人でうまくやっていきたいっていうか。と、夫は信じられないことを、平気で言ってきた。ふざけないでほしい。夫が家に帰ってこなくなってから、私はずっと一人で悩んでいた。あまりにも家族をほったらかしにするし、態度も冷たくなって、本当に辛かった。考えたくなかったけど、浮気を疑って、それで調べてもらったら、一回りも下の子と浮気をしてることが分かった。夫の浮気が分かってからも、悩みは絶えなかった。娘のことを考えたら、離婚もすぐには決められなかった。私なりに夫が家に帰ってきたくなるように、好きな料理を作ったり、娘の話をしたり、戻ってもらえるように努力した。いろいろ言いたかった気持ちも我慢して。でも、夫は私たちが本当に必要な時に、駆けつけてくれなかったのだ。俺が悪い。本当にごめん。今さら謝っても遅いから。私たちが事故に遭って、心細い思いをしてた時も、あなたは私たちを見捨てて、浮気相手と一緒にいたんでしょ。見捨てたって、俺はそんなつもりはなくて。あなたにそのつもりがなくても、私はそう思ったの。しかも言ってたよね。俺はいつでもお前たちを捨てられるって。その言葉を聞いた時、もうあなたに期待することはやめたの。おかげで、離婚しようって心から思えたわ。本心じゃなかったんだ。売り言葉に買い言葉みたいなそんな感じで、わかるじゃないか。俺が深く考えずに言ってることぐらい。そうは思わなかったけど、どうせ私とやり直したいって言ってるのも、親から絶縁されるのが嫌だったからでしょ？前に言ってたものね。俺の両親の遺産が結構すごいって。違うよ。それだけじゃない。娘と一致と離れることが嫌だと思ったんだ。という夫に、私は思った。それだけじゃないってことは、やっぱり遺産が心配なんだと。最後までろくでなしすぎて笑える。
漫画に出てくる悪役キャラみたいじゃないか。浮気相手と別れたのだって、同棲後いご面倒だったからじゃない。別れたからって、嫁と子供に何の得があるんだ。自分が得しただけだろ。ははははは。おっと、喋れば喋るほどボロが出るじゃないか。あなたの言葉は何も信じられません。それに家に帰ってこない時も、毎日浮気相手の家に帰って、私たちを捨てた生活をしてたんだから、今に始まった話じゃないわ。本当に捨てるつもりはなかったんだよ。一時の気の迷いというか。夫の一時の気の迷いで、私と娘は振り回されたのか。娘がいるから、離婚については相当悩んだし、夫が帰ってくるチャンスだって与えた。それなのに、夫は私と娘を捨てたのだ。すべてあなたが遅すぎたの。イッチ、本当にごめん。俺今やっとわかったんだよ。どれだけ二人が大切だったか。これからは絶対に裏切らないし、困らせるようなことはしない。きちんと二人を大事にして、養っていくから。娘だって片親になったらかわいそうだよ。それをあなたに言う資格はないから。事故に遭って苦しんでる私たちを見捨てたくせに、今さら娘がかわいそうだとか言わないで。私、あなたと暮らしたら文句しか出てこないよ。養われてる身で文句を言うなら捨てる、って言ったのはあなたでしょ。お望み通り、離婚してあげるわよ。と、言って、それからすぐに義両親に伝えて、離婚届にサインする際には、義両親にも同席してもらった。義両親がいると、夫が言い訳しても、すぐに義母からコテンパンに言い返されるので、夫の復縁したい話は、書き消されました。ざまあ。おつ、離婚できてよかったな。娘を言い訳にするなよ。自分が困りたくないだけだろ。こんな父親なが、いない方がいい。離婚おめでとう。本来ならおめでとうと離婚は結びつかないけど、一致にとってはおめでたいことだよね。夫が、浮気相手と別れたのは、私が慰謝料請求をしたためだったよ。夫の浮気相手は、夫が支払ってくれるものだと思っていたようですが、これから養育費も支払う夫に、そんな余裕は全くありません。払う払わないで喧嘩となり、破局したと、相手が慰謝料を払う際に言っていた。さらに、夫の浮気相手は、夫の取引先の人で、慰謝料のことでブチ切れた相手は、夫に騙されたと周りに吹聴したそうだ。そのため、浮気の話が夫の会社にも伝わり、夫は担当から外れることになり、社内での評判もガタ落ちした模様。今は窓際社員になっていると、昔の同僚から教えてもらった。離婚して家族を失い、義実家からも縁を切られ、会社の出世コースからも外され、そんな夫に残ったものは、養育費と家のローンだけ。どれだけ自分が最低なことをしたか。一人になった今なら、やっと理解しているのではないかと思っている。あれから私と娘は、実家の近所に引っ越しをして、新生活をスタートさせた。義両親は、私と夫が離婚した後も、娘のことを、本当にいつも可愛がってくれる。私のことも、実の娘のように可愛がってくれて、義両親の協力がなければ、夫との離婚は、こんなに早く成立しなかったと、本当に感謝している。うちの両親や、義両親が、娘を可愛がってくれるので、娘も以前より楽しそうで、私も少しホッとしている。離婚にもいろんな形があるんだな。幸せになれよ。周りの協力がないと、子育ては難しいよね。仕事は？再就職したの？これからどんどんお金がいるから、離婚したなが、一気の仕事しないとね。悪縁が切れてよかったな。結婚生活ってやっぱり大変なんだな。俺は一生独身でいいや。ははは。確かに私もしばらく結婚はいいかな。仕事は、以前からやってた在宅ワークを、量を増やしてもらって、家で仕事してる。娘も前より明るくなったけど、引っ越ししたばかりで友達作りも大変だし、今はシングルマザーを支えてくれる会社もあって、本当にありがたい。支えてくれる人たちがいることに感謝をし、甘えすぎず、しっかり娘を育てていこうと思ってる。そして、夫がいた時より、明るく楽しい家庭を娘に作ってあげたい。もしもあなたに一致のような夫がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、シングルマザーが在宅ワークで選ぶ仕事の一つに、動画編集の仕事があるようです。動画編集にはスキルと、それなりのスペックのパソコンの準備が必要ですが、自分発信のコンテンツ制作ができるのは、YouTube 時代の今、とても魅力的ですよね。